はい、皆さんこんにちは、慢性腰痛専門整体院臨む院長の岡野と申します。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日もですね、あなたにとって有益な情報、アイデア、知識っていうのをお届けできればと思います。はい、で、前回ですね、動画として産後の腰痛っていうところでですね、あなたに向けてお話しさせていただいたんですけれども、今日は産後ではなくてですね、まあ女性のあなたですねに向けてなんですけれども、生理中ですね、女性の方って特に多いのが生理中の腰の痛みがめちゃくちゃ多いって言われてます。はい、で、それがなんで出てくるのかで、多くの人はですね、ちょっとここに書きますけれども、多くの人はこれが原因なんじゃないか、まあ生理痛はあるのが当たり前と思ってる方って非常に多いんですけれども、実は生理痛って本当はないんですね。あると異常なんですよ。生理は来るんですけれども、痛みはね本来伴わないっていうのが正常です。はい、なので生理痛がひどいあなたっていうのはちょっと要チェックですね。どこが悪いのかっていうのを探っていった方がいいかなと思います。はい、で、多くの人がね、この体の冷えが生理中の、まあ、腰痛と関わってくる、生理痛とかと関わってくるって言われるんですけども、まあ、もちろんね、ここは非常に大事になってくるポイントです。ただもう一つですね、やっぱりしっかり見ていただきたいところですねっていうのはですね、やっぱりここなんですよ。前回もお話ししたリラクシンっていうホルモンが非常に関係してきます。はい、で、このホルモンはですね、前回の復習としてどういう役割をしているかっていうとですね、まあ妊娠の3ヶ月からだいたい産後の 2、3日にこのリラクシンっていうホルモンが分泌されます。このホルモンは何をしているかっていうと、要は骨盤をこう広げてます。関節とか靭帯を緩めるっていう役割があります。なので筋肉だけで支えるような体になってしまうんで、腰痛が出やすいですよっていうのをお伝えしました。はい、けど生理痛ですね、まあ生理中ですね、生理中の腰痛の痛みはなんでかなって、実はこれもこのホルモンがめちゃくちゃ関係します。リラキシンっていうホルモンですね。で、これはですね、実は生理中もですね作用してるとも言われてます。はい、リラキシンは関節と靭帯を緩めてしまう作用があるので、生理中もですね関節と靭帯が緩まるんですね。ってなると生理中は筋肉だけで体を支えます。特に骨盤周りですね、ギュッと筋肉ずっと使って歪まないように支えてます。ってなるとやはりですね、骨盤にはここから背骨っていうのがついてくるので、ずっとやっぱり同じ負荷がかかってしまうので、やっぱりそこで腰痛っていうのに非常になりやすくなります。なので生理中のね、腰痛ですね、腰痛を感じているあなたっていうのはリラキシンっていうバランスが崩れてしまっているかもしれません。はい、で、こういうのはですね、これで仕方ないとかじゃなくてですね、やはり骨盤の歪みをちょっと整えてあげたりだとか、まあ、自律神経のバランスを整えてあげるっていうのが非常に大切になってきます。そうするとホルモンのこの分泌だとかっていうのもある程度ね、異常に出てるのはこう抑えれたりしてくるので、で、骨盤周りが整ってくるとですね、もちろんこういうところも改善されてきますので、もしですね、こういう情報っていうか、まあ、生理中の腰痛もしくは生理痛で困ってる人ですねのあなたは、ぜひ一度試していただければと思います。まあ、こういう知識を持って、まあ、冷えの対策の予防をするだとか、リラキシン、まあ、骨盤がすごく広がってるんじゃないかとかっていうチェックを要はしていった方が、まあ、あなたにとってですね、生理中のまあ腰痛だとか生理痛っていうのはだいぶ改善されるのではないかなと思ってます。はいですね、っていうところですね、今日はまあ生理中の腰痛っていうところですね、お話しさせていただきました。はい、どうでしたかね。はい、っていうところですね。また今後もですね、僕もいろいろな情報、下のチャンネル登録していただければ有益な情報っていうのをお伝えできればと思ってますので、またチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、ではですね、本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。